1個前から取れてないから、エミちゃんはまずちょっと待って、やべってさ、そっちの最初のリターンのとこだったじゃん。そこでエミちゃんが来たじゃん。ここやべってどうかでした。そうですね、たぶんこうこうのこうこうさで、もらパス来たところに対して平井さんにそれなさそうな距離で割った。そこは大丈夫だそれは取れそうだよ。でもちょっと離れてる。なるほど、じゃあそれは OK でした。で、その後じゃあここもう一回もう一回リターンで OK で、その後にここで置くね。だそれはやめちゃいます。どっち来たえこっちでしょ。こっちに行こうとしてたのに対してエビちゃんがそっち出したからターンを取ったね。だからそこの一つだけど、エミちゃんはこっちに出せてたらヤベッチは、まあ、取れてたかもしれないんだけど、エミちゃんはそっち出しちゃった。まあ、そこはだからヤベッチはこっち欲しいのをエミちゃんがさせてあげないといけないし、ヤベッチはこっちにもらう意識をもっとアピールしなきゃ、二人のその一つだと思うから、まあ、だからそういうところに声が出して、はい、そっち、そっち、最後。
はい。Yeah.
あ、いた。あー、熱い、楽しい。
ました。 OK、 出たところが右に出ました。そしたらまず右のつなぎの底に1人、真ん中に1人、だから左、右と左の方が押さえるというところはまずこれ遠いし、体が遠いからまずここに普通のボールの1人、あとここに出る1人、OK、 はい、出しました。出たらこっち側の真ん中から真ん中に右左を左の方が もう一丁。
ばしい。
Thank you.
はい。足合わせ、ナイスナイスナイス。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 